ラミナリア管は子宮頸管の拡張等に用いられる棒状の医療機器である。単にラミナリアとも呼ばれることがある。昆布の茎根を原材料とするものがラミナリア管であるが近年ではラミナリア管に類似した高分子材料を原材料とする類似品も登場している。医療機器の国際分類である GHTF ルールによれば I から4までの4つある。 クラス分類の中で最も危険度の低いクラス I に該当する。日本では薬事法によって、類別、機械器具52医療用拡張器一般的名称、子宮系管拡張器に分類されている。市場に流通しているものは、放射線滅菌もしくはエチレンオキサイドガスによって、滅菌済みの製品が主流であり、滅菌品は ISO13485 や EU。 医療機器指令、日本の厚生労働省令第169号などに基づいて品質管理されている。ラミナリア管の形状高分子材料製のものの、形状原材料は主にラミネリアジギタタの茎根である。この茎昆布を裁断、成形して製造される。ラミナリア管は長さ60から80ミリメートル、直径3から5ミリメートル程度の円筒型で、 子宮頸管に挿入しやすい形状となっている。また、挿入部と反対側には臨場に糸が付けられている。この糸は子宮頸管に挿入された複数のラミナリアを傑作するために使用されるものである。ラミナリア管は通常複数本挿入されるが、これは単数使用の場合十分に拡張の目的を達せないことがあるためであり、また、抜挙時に 外支給口と内小口の間の圧で、ラミナリア管本体が接損することを防ぐ意味もある。糸は、ラミナリア管の抜去の際に引っ張るためのものではない。高分子材料製のものは、各社それぞれに特徴があるが、総じて、端部及び膨張する幹部からなり、幹部は、スポンジ状で、浸水性のあるものとなっている。幹部の先端に30度程度の傾斜を持たせ、 子宮経管に挿入しやすいように工夫されている製品もある。端部には傑作用糸がついている。子宮首の位置ラミナリア管は乾燥した昆布が水分を吸収すると膨潤するという性質を利用した医療機器である。すなわち、ラミナリア管は子宮経管部に挿入されると体外組織の水分を吸収し緩やかに膨張を始める。膨張を始めた ラミナリア管はバルーンを入れた場合と同様に子宮頸管の接触面を外に向かって圧迫する。これによって子宮頸管が拡張するのである。高分子材料性のものは水分を吸収したスポンジが膨張することで昆布の膨順と同様の結果をもたらすことを意図しており、原理はラミナリア管と同様である。天然素材のラミナリア管よりも膨張に要する。 時間が短い傾向にある。使用目的としては、分娩の誘発が挙げられる。特に腎痛が微弱等で子宮口が十分に解大していないような症例で使用される。また、子宮内の検査、人工妊娠中絶手術前、軽流流産時の子宮内膜層波術に使用されることもある。一回あたりの挿入時間は短時間に限られるが、場合によっては、 複数回の入れ替えを行って、子宮頸管を広げる。子宮頸管部が強靭もしくは十分に熟化しておらず、ラミナリア管の挿入が困難な場合には、あらかじめ金属製の子宮頸管拡張器で拡張しておくことがある。また、分娩誘発目的の場合で、十分に子宮頸管が拡張しない場合には、陣痛促進剤が投与されることもある。 使用時の手順は概ね次の通りである。使用は3回により行われる。痛みが生じるため、事前に鎮痛座薬を入れておく。秩胸を挿入し、子宮口が確認できるまで、しっかり秩を広げる。秩空を十分に消毒する。子宮秩部前身を監視等で恥して、子宮を固定する。子宮ゾンデシンを行い、子宮の向き、大きさを確認する。 監視を用い、ラミナリア缶を一本ずつ複数本をゆっくりと挿入し、糸部にメッキンガーゼを通して、ラミナリア缶を傑作する。ラミナリア缶は12時間から24時間で、使用前の2から3倍程度まで膨張するので、挿入後24時間以内に抜去する。重部に広がらない場合などは、1から7の手順を繰り返す。昆布か昆布属の属名が、ラミネリアである。 ウィキペディアイエンコンブ日本ラミナリア株式会社製品情報ありがとうございます。